So, ein herzliches Willkommen zu einem neuen Gameplay bzw. Let's Play von einem etwas größeren Spiel. Nämlich Nier Automata. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber hier bin ich von Nya Gameplays als Hobby. Und heiße euch nochmal herzlich willkommen zu einem weiteren Gameplay. Auf Facebook hatte ich es zur Auswahl gegeben mit Darksiders 2. Da durftet ihr auswählen, welches Spiel, ein größeres Spiel, ich als nächstes aufnehmen soll. Und na gut, so viele haben mich noch nicht im Facebook, aber immerhin 2 Stimmen wurden gegeben und alle beide Stimmen haben Nier Automata erhalten. Also werde ich das erste Mal ein, ja, so ein japanisch angehauchtes Spiel spielen, nämlich ja, so ein Anime-Spiel. Mein erstes, also kenne mich damit nicht so aus. aber ich bin echt mal gespannt. Einstellungen gucken wir immer als erstes nach. Sprachen, haben wir Stimme japanisch, Text deutsch, Tastatur, Kuverts. Dann haben wir Spiel. Schwierigkeitsgrad können wir hier noch nicht auswählen. Das müssen wir dann beim neuen Spiel auswählen. Drücken. すべての存在は滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に
私たちは囚われ続けている。これは呪いか、それとも罰か。不可解なパズルを渡した神に、いつか私たちは弓を引くのだろうか。こちら司令部、ヨルハ部隊応答してください。こちら 2B、 前機無事に成層圏を突破、自動航行システムに問題なし。こちらオペレーター6O、 前機反応確認しました。現在対目標50キロ地点を通過。敵防空圏内で突入後、マニュアル攻撃形態に移行し、目標の大型兵器の破壊と情報の収集に当たってください。了解。いやー、 12H ロスト、前機マニュアルモード起動、目視で回避。すでに起動、移動操作可能。長距離レーザー発射点を確認。イレブン B ロスト、装備 HO229 のキャンセラー効果なし。前方に敵機確認。火器使用を申請。火器使用の許可をします。セブリーロスト、ワンディロスト、規定により当機 2B が隊長任務を継承。
全ての存在は滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に私たちは囚われ続けている。これは呪いか、それとも罰か。不可解なパズルを渡した神に、いつか私たちは弓を引くのだろうか。こちら司令部、夜波部隊応答してください。こちら 2B、 前期無事に成層圏を突破、自動航行システムに問題なし。こちらオペレーター 6O、 前期反応確認しました。現在対目標50キロ地点を通過。敵防空圏内に突入後、マニュアル攻撃形態に移行し、目標の大型兵器の破壊と情報の収集に当たってください。了解。いやあ、 12H ロスト、前期マニュアルモード起動、目視で回避。すでに起動、移動操作可能。長距離レーザー発射点を確認。11B ロスト、装備 HO229 のキャンセラー効果なし。前方に敵機確認。火器使用を申請。火器使用の許可をします。セブリロスト、隊長任務を継承。周囲に敵機多数確認。軌道形態への許可を申請。軌道形態への移行を許可します。
通常通信システム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 通近距離攻撃装備起動。敵反応多数確認。見ればわかるよ。すべての存在は滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に私たちは囚われ続けている。これは呪いか、それとも罰か。不可解なパズルを渡した神に、いつか私たちは弓を引くのだろう。こちら司令部、ヨルハ部隊応答してください。こちら 2B、 前期無事に成層圏を突破、自動航行システムに問題なし。こちらオペレーター 6O、 前期反応確認しました。現在対目標50キロ地点を通過。敵防空圏内で突入後、マニュアル攻撃形態に移行し、目標の大型兵器の破壊と情報の収集に当たってください。了解。いやー、12H、 ロスト、前期マニュアルモード起動、目視で回避。すでに起動、移動操作可能。長距離レーザー発射点を確認。11B、 ロスト、装備 HO229 のキャンセラー効果なし。前方に敵機確認。火器使用を申請。火器使用の許可をします。セブリー、ロスト、ワンディ・ロスト、規定により当機 2B が隊長任務を継承。周囲に敵機多数確認。機動形態への許可を申請。機動形態への移行を許可します。オペレーター 6O、 当機以外の機体は全てロストした。作戦の遂行に支障が予想される。指示をこう。オペレーターより 2B、 現地担当の 9S と合流し、
地形情報を入手してください。了解。